JR 東日本の弱冷房車マーク弱冷房車、弱冷車とは公共交通機関において冷房時の出力を他の車両より弱めた車両のことである。弱冷房車は世界共通に導入されているものではなく日本や韓国などで設定されているに過ぎない。その理由は多くの国の交通機関では冷房車は一般車よりも 運賃設定を高くしているため、乗客が高い運賃を支払っている以上は、冷房がしっかり効いている必要があるという考え方が背景にある。日本での弱冷房車は1984年夏に、京阪電気鉄道で6両編成以上の車両の2両目に導入したのが始まりである。なお京阪では2004年までは、特急用車両及び6000系以降の車両は、 対象外であったが、2005年に、全車種の7両編成以上の編成に拡大した。その後他社にも拡大し、1編成中に1から2両ほど設けられている。編成中の他の車両に比べ、冷房の設定温度を他の車両より、おおむね1摂氏2度高くしているが、事業者により、設定温度は異なる。夏場に、男性客よりも薄着が多く冷え症の人が多い。 女性客を中心に、冷房が効きすぎで寒いという要望が多かったことから、各社で導入が進んだ。首都圏では、弱冷房車、近畿地方では、弱冷車と表記することが多い。ただし、京阪では、首都圏同様に、弱冷房車という。なお、混雑が著しい場合は、弱冷房車でも通常の冷房運転を行う、事業者も存在する。 事業者によっては季節に関わらず、車両に弱冷房車の表示をしているが、一年中冷房運転をしているわけではなく、暖房が必要な陶器などは、他の車両と同様の運用が行われている。適切とされる英語表現としては、マイルドリーエア、コンディションドカーや、ライトリーエア、コンディションドカーなどがある。日本で見られる、あるいは過去に見られた英語として適切でない。 表現としては、1990年代のごく一時期に、阪急電鉄や京阪電気鉄道で見られた、ウィーククールや、画像にある、小田急電鉄のソフトや、コンディションドカーが挙げられる。前者は漢字をそのまま、英単語に置き換えたもので英語として意味が通じず、後者は意味は通じるものの英語圏では用いられない、表現である。なお、 その後、半球では、マイルドエアコンディション度に、京阪もマイルドリーエアコンディション度を経て2000年代より、半球と同様にマイルドエアコンディション度に変更している。以下の鉄道事業者で弱冷房車の設定がされている。東日本旅客鉄道設定温度はおおむね摂氏27度。10.11両編成の通勤系電車では4号車に設定されていることが多い。 10.11両編成の近郊系電車では4号車にグリーン車が連結されている。関係上、8号車に設定されていることが多い。東部鉄道設定温度は、摂氏28度。西部鉄道設定温度は、摂氏28度。京成電鉄、北総鉄道、京浜急行電鉄設定温度は、京成車、北総車が、摂氏27度、京急車が、 摂氏28度。京王電鉄1994年夏から設定。設定温度は摂氏28度。小田急電鉄設定温度は摂氏28度。東急電鉄、横浜高速鉄道設定温度は摂氏28度。東京地下鉄、東洋高速鉄道、埼玉高速鉄道乗り入れ先の各線と同じ位置にあるものが多い。設定温度は 摂氏28度。東京都交通局大江戸線以外の設定温度は摂氏28度。大江戸線は摂氏24度。首都圏新都市鉄道設定温度は摂氏28度。東京モノレール新京成電鉄1992年5月1日設定。相模鉄道設定温度は摂氏27度。横浜市交通局設定温度は 摂氏28度。横浜シーサイドライン2007年9月1日、設定。名古屋鉄道遠州鉄道西日本、旅客鉄道設定温度は、弱冷車かどうかに関係なくおおむね摂氏27度。線区によらず、おおむね車両の編成量数によって設定されている。複数の編成によって蘇生された列車の場合、各編成ごとに、弱冷車が存在する。 2018年5月7日の始発列車より以下の位置に設定されている。近畿日本鉄道設定温度は摂氏28度。南海電気鉄道、仙北高速鉄道設定温度は摂氏28度。8両固定編成しかない仙北5 0 0 0系は3号車と仙北方から2両目の7号車に設定。京阪電気鉄道設定温度は摂氏28度。 阪急電鉄設定温度は、摂氏27度。阪神電気鉄道設定温度は、摂氏28度。山陽電気鉄道大阪市高速電気軌道、北大阪急行電鉄一編成が6両以上で、運用されている路線で、2019年6月中旬により、順次実施。他の冷房車より1摂氏2度高く設定。伊予鉄道四国地方で、 初の弱冷房車の設定となる。設定温度は、摂氏28度。西日本鉄道設定温度は、摂氏27度。福岡市交通局、ソウル交通公社空港鉄道手具都市、鉄道富山都市鉄道。ありがとうございます。